ニャシャムチェクーイは、ジンバブエの、現サッカー選手、元バスケットボール選手。サッカージンバブエ代表、元、バスケットボールジンバブエ代表。サッカー選手としてのポジションは FW、または MF。地元ジンバブエのキャップスユナイテッド FC で選手となった。2010年に、南アフリカ共和国のマメロディサンダウンズ FC に、移籍、2010から11シーズンに、 早速、リーグ得点ランキング2位につける活躍を見せた。2013年4月には契約が切れる、間近であったが、マメロディ・サンダウンズ側が契約延長オプション付きの1年契約を提示し、合意した。2013から14シーズンには、ベルギーのキロボルト・オステンデに、レンタル移籍したものの、2014年2月に負傷し、11月まで試合に復帰することができなかった。 しかし、怪我から復帰してもマメロディサンダウンズの外国人枠はすべて埋まっていたため選手登録もできなかった。そのため、2015年には彼の獲得を熱望していたデンマークのホブロアイケのトライアルに参加したものの、スウェーデンのユールゴーデンイフに6ヶ月のレンタル移籍となった。2015年12月22日に中国高級の大連一方に移籍。 同国代表が起こした八百町事件、アジアゲートに関与していたとして一障害の出場停止処分となるところであったが、取り調べで事前活動の情報が出てきたために、これを免れた。高校時代はバスケットボールに熱中していた。バスケットボール選手としても言うマイナス19代表や同国代表としての出場経験がある。ありがとうございます。